お疲れ様です。うちわ TV の中の人、うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。今回はね、最近全く返してなかったね、コメントに返してね。僕ね、文字打つの下手なんですよね。まあ、ゴリラなんでね、しょうがないんですけども。言語は喋れるね、ゴリラなんでね。お言葉でね、お返しできればなと思いましてね、コメントのね、返信動画見ますかって言ったらね、約半分の人は見ないって言ったんで、約半分じゃない人たちのためにね、この動画作っていきたいと思いますので、あなたのコメント読まれるかもしんないっていうね、ノリノリな感じで見ていただければと思います。ということでね、コメントを返していきたいと思いますけども、僕、ゴリラなんでね、何回も言いますけどね、ただの変態ゴリラなんでね、まあ非常に簡単に言うと変態なゴリラにね、どのくらいね変態なゴリラかっていうとね、ゴリラから許すっていう黒猫さんの ねこれに関してはね、もう以下同文でしかないですね。以下同文でしかないですけども、さあそしてね、ルイルイさんね、福永のね前壁実装されての意味がわからないのでどういうことでしょうかっていうね、もうそれはね、もう僕もよくわかんないですけどね、本当にね。まあなんですかね、ダビスタってね、まあ前が壁なんですけどね、福永ジョッキーのせいかっていうとね、もうこれは完全にね運営のせいだからね、もうこれもねしょうがないっていうね一言に尽きるのかなと思います。そしてね、ティハさんね、こう最初にね自分で調教してオープン勝ちまった馬好きで、翌週にね屈剣で山勢踊りゃーっていうね、まあもうこれもダビスタあるあるですけどね、もう本当にねよくあるんですけどね、ダビスタについてはね、もう深くね攻略本を読んでいただければね、こんなのもしょっちゅうなんだなって、これも競馬ですということで、次行っていきたいと思いますけど、フルダーツさんね、ありがとうございます。ラストクロップをね扱いなので低音な子、まあもうね、あのかなりねちょっと前のね動画かもしれないんですけど、サードステージの作り方っていうね動画にねコメントいただいたんですけど、最近全然ウィニングボスやってなかったの、ウィニングボスの方でもねコメントいただくのは本当にありがたいんですけどね、もうこれね、まああの連続でねフルダーツさんで、ね、告知にもね入れてるんですけど、簡単に言ったらね、サードステージでね東海帝王系とかね確立しちゃうとね、サードステージ出ないっていうね、ラストクロップだからね、ラストクロップだからサードステージが出てくるっていうのが重要なポイントになりますんで、さあということで、ヤジヤジさんね、競走馬のパラメーターの方で、ね、ドバイ3区のねの牝馬で安田記念とマイルチャンピオンシップモーリスに勝ちました、何かっていうね、もう普通に、これ早くトレード機能ってまだなんですかね、もうそしたらね僕普通に買い取りに行きます、よろしくお願いします。コメント返信動画見るでね、もう唯一のカリスマさんが絶対に見るってことなんで、これ絶対見てもらってないと困るんですけどもねみたいな感じなんですけども、もう猫にね好かれたっていうね感じでね写真あげたんですけども、なんかこう M 字開脚してね、まあ陰部のところをペロペロしていたんですけどもね、まあそれをねやったらね、まあ早速ですよ、この2名ねやっぱりね、まあ、アクションが早いですね。これこそガチのこんにちはっていうね、これが本当のこんにちはっていう、まあこれはもう詳細はねライブの方を見ていただければと思いますけども、でね、秋山ディオさんでレースをね選ぶねっていう形で未勝利でデビューさせようとするっていうね、まあこれはね、まあ正直ね遅めの旧車のねお話の中だったんですけどもね、まあレース選ぶっていうところに関してはね、未勝利でデビューさせようとする、これね、まあなんか悪く見えるかもしれないんですけども、勝率を上げるためのね一つの戦法なのかなっていうところで考えればね、未勝利戦スタートっていうのも一つのありなのかなと思いますけども、ランツさんからありがとうございます。のうるさいよと、最近あなたの動画うるさいよっていうね、もうゴリラなんだからしょうがないですってね返したんですけどもね、まあさ、あなたの動画うるさいですよって気持ち悪いですね本当にみたいな感じのことを言われたのをね、こうもう的確すぎて何も言えないっていうね、超メンヘラなね、投稿してみたんですけどもね、十分に解説してるし、じゃあね真面目なくライドなんて、もう俺じゃない、これはねもう俺じゃないって分かってる。だってさ、ゴリラでだよ、ゴリラで真面目に作ってさ暗い動画だったら見る？俺見ない。俺は見ない。てかゴリラなんだからさ、もうちょっとやっぱテンション高くないってさ、いやだって今だってなんかこうボソボソ喋り出して困ってるよね本当にみたいな感じなんでね、まあ僕のね一つのスタイルなんでね、見たくなければねもうミュートしていただくしかないのかなっていうところがね、ちょっとまあごめん、まあでももうちょっと真面目にやっていこうかなと思ってますけどね。はい、さあスタンドアーロンコンプレックスさんね、何にコンプレックス、アーロンなのかスタンドなのかどっちなのかっていう感じなんですけども、さあ初めましてってね、楽しく見てて笑ったって、そうなのって何回もありましたっていうね、こういうコメントいただくとね、ああもうね俺もう嬉しいわみたいな感じになりますんでね、もうおだてておだててっていう感じでお願いしますよ、これからもよろしくお願いしますって感じなんですけども、さあみかんどくさんね、感じ方人それぞれだと思うんですけど、ブル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 っていうねスタンス絶対もうね、もうこもね、とりあえず連打したよ、連打したけど勝てねえもん、勝てねえんだダビさん、ボーイウォーカーさんですかね、子がね、うちのさっきなんか見た猫にすごい似てるんだけどね、本番入場の時これもあのね、もうみんなありがとうございます、杉本清志実況なんですけどね、テンポイントテンポイント天皇賞におてっていいですよね、この実況もいいですよ、ぜひねこの杉本清志実況をね聞きますとね、ウマ娘でもね、ウイニングポストでのダビスタでもね、非常に思える、楽しく思えるところ増えてくると思いますんで、ぜひ杉本さんの名実況をね見ていただければと思いますけども、うちはでもうちはなんですけどね、ありがとうございます。江戸さんね、馬の配合等ね、初心者に面白い、ありがとうございます、面白くね、おかしくね、わかりやすくね、僕はね自分の動画見るんですけどね、だんだんねんみたいな感じになってくるんですけども、そうやってね撮っていただいてありがとうございます、本当に
ね。さあさあホープさんね、俺的にもツボすぎるのでそのままゴリラでいてくださいっていうね。いやゴリラでいてくださいっていうか、ゴリラ以上でもゴリラ以下でもないからね。簡単に言うとゴリラっていうね。まあでもバナナ嫌いなんですよね。はい、絶対見ますって、ありがとうございます。これもトッシーさん見てんだよね。やっぱ見てんだよね。見てないのかな、怖いな。さあいつも参考、あーミッチーさんもありがとうございます。さあね、さあさすがの職人のクオリティもね、芝居さんはねもうよいしょよいしょがね素晴らしくね、ありがとうございます。本当にねよいしょよいしょ一等星って感じになってますよね。ありがとうございます。帽子をね、あーもうこれも今川のネタなんで、多分こう身内じゃないとわかんないネタでしたね。はい、でね芝居さん連続してますね本当にみたいな感じですよね。アバターつけたらどうですかって話あったんですけどね。まああと実写ってどうなんですかみたいな話があったんですけどね、需要が一切ないんでね、ただゴリラがねボソボソ喋ってるだけのね、うん、ゴリラが画面に向かって独り言喋ってるだけですからね、もう下手したらね危ないね精神崩壊動画になりそうなんでやめときます。はい、公式本のねディスりシリーズ面白いから、いや僕はディスってないですよ、そんなディスって、そんなお前ディスったら大したもんですよ、ほんとディスったら大したもん。 SAT マットさんね、ありがとうございます。みんなひどいなって、うん、半分の人は見ねえっつってるからね、だから多分ねこれぐらいの視聴率にはなってくるとは思うんですけどね、まあしょうがないですね。さあそしてアラブルさんもね、眉毛全ぞりサオトメっていうね、これに気づいた人はね相当しっかり見ね画面食いちぎっていくスタイルかもしれないですけどね、眉毛が全ぞりするシリーズはねちょっと続けていきたいかなと思ってますんでね、よろしくお願いします。さあグリーングラスさんね、ありがとうございますね。砂に典型だな、シバレースばっか出しますよって、ラビスター終わってるんじゃないのかっていう感じです。嫌なら見るな、俺らゴリラ TV もう名前変わっちゃってるみたいなね、名前が変わっちゃってるみたいな感じですけどもね。はい、ありがとうございます。そしてね初音ミックさんね、カフェファラオ間違いじゃないよっていうね、アメリカンファラオ3区意外と強いんだけどねって、ちなみにね豊さんはねダイワスカーレットの騎乗予定はあったんですよねっていうね。初音ミックさんはめちゃくちゃねライブ配信見ていただきありがとうございます。端から端までねもう順通りね舐めましていただき本当にありがとうございます。本当にねもうゴリラの味しかしないんでね、もうどこ切ってもゴリラですからね、あの金太郎飴みたいに、ね、どこ切ってもゴリラでしかないんでね、最初の1時間と最後の1時間テンション違いすぎね、こいつ二重人格じゃねえのみたいな感じかもしれないんですけども、優しい世界でねごまかしていただければと思いますけどもね。エビナさんが何度も調教師落ちてるっていうね、まあそうなんですよ、ティバラさんがね、ティバラさんがしくじっちまいましたからね、それのせいでね免許がなくなったみたいなね噂ありましたけどもね、まあ真実はね、闇の中みたいな感じでしょうかね。そしてねおかっぱりんさんね、ついでに頭丸めじゃ、これね帽子かぶってるからねちょっと厳しいよね、ちょっと帽子かぶってるから厳しいんですけどね、まあなんとかやっていきたい。あ、パソコン大魔王さんお疲れ様です。本当にね一本の調教師随分下がるなっていうね、もう本当なんですよ、一本の調教師はねしっかりね調教してくれるんでね、まあ調教師免許ねやっぱ超えてってる人だなっていう感じなんですよ。ダビッさんのね調教師はねもう放牧師だったっていうね衝撃な動画になってますんで、ぜひ興味がある方はこちらの方見ていただければと思いますけどもね。一回もお任せしたことないです、全て自分でやってますっていうね、上野さんねすごいですね、もう僕そんなね根気強さゼロなんでね、まあ本当は秋っぽいゴリラなんでしょうがないんですけどね。ボロクソなのに早乙女にめちゃくちゃ預けて笑うっていうね、まああれがオチだったっていうことに気づいたね、ポタロークさんねさすがですね。そしてね、あ快速さんねありがとうございます。自分のレースでねレーストロックスやるんですよ、ルッテルルルルルルっていうね感じなんですけどね、トップジョッキー乗ってくれるんでね、早乙女ジョッキーいいよねっていう感じなんですけども、確かにそれはあったんですよね。僕もね前半戦頑張ってたんですけどね、もうね許せないことされましたからね、もう一生使わねえって思ってますね。そしてね秀俊さんね、僕は早乙女厩舎が一番ね、あそう、まあそうなっちゃうんですよね、まあ牝馬ねボバ関係ないですよっていうのは、まあ確かにそうなんですけどね、早乙女厩舎はもうなくなってしまった厩舎だと思ってます。さあせっかくためになる話してるのに前置きが長すぎるバッド評価ですってね、ありがとうございます。本当にね、まあ今もそうだと思うんですけどね、ダビッサかなと思ってね動画開いてね、もしここまで残っているっていうことは方がいたらね、ただあなたはねもしかしたらねラジオを聞いた方がいいんじゃないのかっていう形かもしれません。体重調整はね結構上手にしてくれてると思いますけどねっていうね、まあアリソンさんもね言われてますけども、体重調整はねそれなりにやってくれてる風はね出してくれてるんですけどね、さあどうなんでしょうっていう感じなんですけども、まあ僕的にはねもうわけわかんねえ体重でもね普通に新馬戦ぶち込んでいくと思ってますんで、まああくまでも僕の考察なんでね、皆さん思うところあればねこういった形でねコメント入れていただくとね、より良いねこうディベーティングができると思いますんでね、ありがとうございます。まあねアリミスさんナイスですねってね、本当にねナイスですね。はい、カリスマさんもね大丈夫ファミ通の攻略本ですっていうね、もうこう俺何回言ったんだろうね、もう発売されてから多分ね日本で一番言ったんじゃないのかな、もう逆に言ったら今大丈夫ファミ通の攻略本ですっていう感じですよね、大丈夫ファミ通の攻略本ですっていう感じなんですよね。トッシーさんありがとうございます。現実の競馬もねオーナーガンガン、そうなんですよガンガンね、オーナーが口出しする馬の方がねやっぱね勝ち上がり率いいですからね。早乙女先生はね梶原先生よりもクラッシャーっていうね、スタカさんね本当に罠っていうね、これもう本当に罠ですね。ね、じいさんの下にいるやつの方が全然危険だったっていうね、ゾロリズラリね、もうこれそういうのはよくある、うん、俺も普通に言い間違いよくある、しょうがない、うん、そういうやつだゴリラだからしょうがない。ダビスタ生配信見てるともちろん知ってるけど、動画の初見さんからすると入居場の中にホスカーデカマールは草っていうね、確かにこれは結構草だよね、知らなかったらはみたいな、どういうことみたいな、よく見たらデカマールだからね。早乙女ディス最高です。クロイスさんありがとうございますね。自分のデータもね片山厩舎が一番勝率いいって、またいろいろか、あーありがとうございます。本当にね苦しかさんもねこう感じた放牧の熱なんで、うわっていうね体重2層目だったらちゃんとね合わせてくれるよみたいな話あ
ると思うんですけど、僕はねやっぱね主観というかね思うところはやっぱりやってる人で微妙に違うところあったりすると思うんでね、多分その話だと思うんですけど、確かに2走目以降はねそれなりに合わせてくれるなとは思うところもあるんですけど、新馬だったりね放牧明けっていうのはね地獄のようにね体重調整下手くそなんでね、もう俺はクソって言っちゃいましたけどね。さあゴロゴロマスさんね、本当にねイノスケって感じなんですけどね、本命にしようか迷ったルクトスっていうね、なんかね当たっちゃったんですよ ねよくわかんないですけどね、予想当たってなかったはずなのにね馬券は取れたっていうね、フェブラリーステークスね、フェラリーステークスになってるっていうね、噂のフェブラリーステークスでしたけども、まあこれだから競馬の予想は面白いですよねって、まあねこのね競馬の予想は面白いですよねっていうところがね一番のね競馬のね原点になっていれば楽しめるんじゃないのかなと思いますけどね。まあ僕はねもう本当にね普通にねもうあの馬券握りしめちゃうタイプですからね、金大好き。そう、うちはねうちはネタだからしょうがないねっていうね、もううまいですね本当にね、まさかまさかの初サイブが 2,3 着なんてって、そうですねスピネル本命でね、これはフェブラリーステークスの話ですかね。3連単ね、3連複気持ちよく当てられた上田歩きさんいいですね。さあオノマドね、オノマドさんもね四角のアルクトスの手応え本当嘘みたいでしたけどね、なんだツンデレかっていうね、チョコさんもね配信してるんでね、ぜひ見に行っていただければと思いますね。見なきゃいい話、好きなものを見なさい、スタンスは人それぞれっていうね、ありがとうございます本当にね。こんなね変態のゴリラをねみんなね擁護していただきありがとうございます本当に。変態のゴリラをね飼育してるって思えばね気持ちが晴れるんじゃないでしょうか。ゴリラなんでってよく考えたら意味わからなくてくさーって、いや俺はね実際ねこれねのみこさんはねやっぱ分かってんだよね、俺これ別にこういうことがあったようじゃなくて俺のコメントで笑ってほしかったんだよね、どっちかといったらなんかちょっと違う方向でねいっぱいコメントいただいちゃったんだけど、ぶっちゃけた話ねゴリラなんでっていうね、ゴリラなんですいませんっていうところで笑ってほしかったんだけど、まあやっぱねもう笑いって難しいよね、そう思わせていただいたね投稿になりました。コトラックさんもね、猫2匹トラックさんもカフェファラオからね勝ちたみたいなんで、これはきっとねまあ当たったんじゃないのかなと思いますけどね、おめでとうございますっていう感じなんですけども、キャラ付けの意味でこれをね内田さんに望んだらあかんっていうね、キャラだと思われてるっていうね、これがシラフだって何回も言ってるんですけどね、ただの変態のゴリラ、はい、万人受けするような配信ではないっていうね。無限豆腐さん面白いんですよね、これ万人受けするとは言えない配信かもしれませんけど、見る人によっては面白いと感じる。この一文でね何が言いたいかというとね、軽くですよ、あーもう全然嬉しいんですけど、ディスられてる、うん、で配信されてる方のスタイルなんでね尊重されて、見るか見ないかのジャッジはご自身でなさればよかった、めちゃくちゃ丁寧なんだけど、簡単に言うとこいつ癖あるから、うまく付き合っていかないと無理だから、あなたみたいなの無理みたいな感じですよね。無限豆腐さんありがとうございます。さあ鈴鹿サイレンスさんね、まあまあまあそうっすね、ありましたね、ミーチャリーっていう感じでしたけどね。さあそしてダイス悪魔さんね、すごい名前ですね。ディープがどれだけ早く仕掛けれるかねっていうね、おいこもこんもサイレンス鈴鹿 VS ディープっていうのはね相当前にの動画の方にコメントくれました、ありがとうございます。人の文句言うぐらいなら自分で配信だ、なるほどね、まあそうな、まあでもなかなか難しいですからね配信始めるってね。まあ俺も 4,5 年前のね自分にね言ってあげたいですけどね、さっさと配信始めろっていうね。協調性のあるクニチャーと下ネタが私たちのご飯ですっていうね、もうむちゃくちゃですね、もうワンダーリーデルねポツンと当てますねって、まあそうですね、でもワンダーリーデルのおかげで馬券はゲットしました、ありがとうございます。これですね、これがねこれを投稿させてもらったんですけどね、もう少しナチュラルにね、もう少しねスーパーナチュラルみたいにした方がいいっていう話ですね。僕にナチュラル取ったらただのゴリラなんでね、言語がなくなっていくってスタイルですね。更新頻度すごいねって、あーありがとうございます本当にね。まあだいたいここら辺までねコメントは返してたんですよ。ここより上はねちょっとねコメント返しっていうのをね動画でやってみたらどうなんだろうっていうのでね、ちょっと試させてもらったんですけども、いつも皆様コメントありがとうございます本当にね。皆さんの一つ一つのコメントを見させていただいたらね、こうチェックっていう形でねこうやっておさしてもらってますけども、一人一人の方にコメント返してたんですよ。なかなかねありがたいことにコメントがね増えたこともあるんですけども、それ以上にね、いやこういう動画ちょっと作ってみたいなと思ったんで、今回ねコメント貯めさせていただきましたけども、そしてねあなたのコメント読んでないってことは絶対ありませんので、これからもねちょっと気になることとかね、唾溜まりすぎじゃねえとか、そういうねコメントとかいただければね読ませていただいてね、面白かったりして返していこうかなっていう感じになってますんで、これからも皆様と一緒にねチャンネル楽しんでいきたいと思っておりますので、まだチャンネル登録されていない方はね、こういったね変態ゴリラですけどもね、引き続き頑張って動画出していきたいと思っておりますので、ぜひねチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いします。今回はこんなねコメント返し動画ですけども、またね違う動画で皆様と一緒にね攻略系だったりっていうのでね、ウマ娘始まりますしね、引き続きウィニングボストンとね、ダビスタの動画、そしてライブの配信もやっていきたいと思いますので、ぜひねこれからもよろしくお願いいたします。14000人ありがとうございます。それでは皆さん次の動画でバイバイ。